テイルズ・オブ・ジ・アビス、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、多分遺跡の奥あたりまで進んできてる状態なのかなって感じなんだけど、多分結構いいとこまで来てんじゃないかな。まあ、絶対なんかあるもん、これ。ほら、いるもん、なんか。堂々としてるもの。イオン様とアッシュ、まあ一回負けたやつとよくわからないやつはなんだ。どうしイオンは儀式の真っ最中、おとなしくしていてもらう。何の儀式？六人称なんです。お前たちは使えるべき方をかどわかしておきながらふてぶてしい。シンク、ラルゴ、イオン様を返して。そうはいかない。奴にはまだ働いてもらう。なら力づくでも。こいつは面白い。アルタロスでのへっぴり腰からどう成長したか見せてもらおう。はっ、ジェードに負けて死にかけた奴がでかい口叩くな。な、違いない。だが今回はそう簡単には負けぬぞ、ボス。六人称烈風のシンク、本気で行くよ。おい。同じく黒獅子ラルゴ、いざ尋常に勝負。ま、サクッとやっちゃいましょうや。勝てるかな、心配にはなるんだけど。めっちゃこっちを追ってきてる。こちらも同じですわ。余計なことしてやがるのはこっちだろうが。やば、威勢のいいガキだ。いった、遠い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 。これでよし、ダイナやばい。ちょっと囲もうとしてない。やばい、引きます。すいません、調子に乗んな。止め、ダメか。よし、回復回復回復を早くしてくれ。やばい、ちょっと待って待って、やばい、ちょっと逃げろ逃げろ。引け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 。やばい、めっちゃ割れてるめっちゃ割れてる。よいしょ、危ない危ない。オッケー、回復きた。よし、やばい、そんな効かないな、思ったより。倒せば日本は。ちょっと囲め囲め、あとこいつだけだ。やば、危なっ。ふい、防御できましたけど、防御してもこれか。ちょっと待って、ファーストエイドの回復量が少ないのか。よし、いった。ちょちょちょ、レンチャンをなしだった。あ、倒したらしい。いいね、めっちゃ覚えたな。適正じゃないのか。そんなことないよな、多分。結構簡単に勝てたもんね。雑魚どもめ、アッシュとは戦わないのかな。二人がかりで何やってんだクズ。あ、三人目来た。動きが一緒か。今のはバン先生の技だ。どうしてそれをお前が使えるんだ。決まってるだろうが、同じ流派だからだよ、ボケが。俺は。アッシュやめろ。何を言おうとした。ほっとくとあんたはやりすぎる。剣を収めてよ。さあ。
取引だ。こちらは同志を引き渡す。その代わりここでの戦いは打ち切りたい。なんで？このままお前らをぶっ潰せばそんな取引成り立たないな。ここが砂漠の下だってこと忘れないでよね。あんたたちを生き埋めにすることもできるんだよ。無論こちらも巻き添えとなるが、我々はそれで問題ない。ルーク、取引に応じましょう。今は早くイオン様を奪還してアクゼリスへ急いだ方がいいわ。儀式っていうのはどうなったの？陸路を進んでいる分遅れていますからね。わかった。儀式ってやつ終わったのか？イオン様、心配しました。迷惑をかけてしまいましたね。そのまま先に外へ出ろ。もしも引き返してきたら、その時は本当に生き埋めにするよ。あのような下賤な輩に命令されるとは腹立たしいですわね。え、ああそうだな。でもナタリア、こらえてくれよ。分かっています。今の私は王女の身分を隠して旅をしているのですもの。ナタリア、バカ。何ですの？ナタリア、行こうぜ。ええ。あれがナタリア王女か。因縁だね、ラルゴ。なんかあんのか？おい、ラルゴ、てめえ、ナタリアと何か関係があるの？さて、昔のことだ。忘れてしまった。六人衆は互いの過去を知る必要はない。あんただって、それが身に染みているだろう。聖なる炎の燃えかすである、あんたならね。燃えかす？あのガイってやつ、気づいたな。やっぱわかんないことが多いな。なんだ、記憶人から粒子のようなものが出てるぜ。ああ、それな、脱出効果のある記憶人だ。脱出効果？ウィングボトルっていうアイテムがあれば入り口まで戻ることができるんだぜ。確か緑の記憶人には治癒効果があるんだったよな。んで、粒子の出てる記憶人には脱出効果か。いろいろあんだな。ウィングボトルなんか持ってねえよ。イオン救出。まあ、無事助けられたけど。何はともあれ、無事イオンを救出できたな。本当ですよ、イオン様、心配したんですから。すみません、僕のために。まったくだ、バン先生が待ちくたびれてるぜ。ちょ、ごめんなさい。でもありがとう、皆さん、助けてくれたこと本当に感謝しています。どうしよう、何をおっしゃられるのですか。大事に至らなかったとはいえ、このような危険な目に遭わせてしまい。いいのですよ、ティア、ありがとう。さあ、ケセドニアに向かいましょう。ルークはルークでいろいろ事情があるのさ。さあ、ケセドニアに急ごうぜ。ああ、その先は船でカイツール、歩いてアクゼリウス、先は長いもんね。よし、頑張ろう。ガイ、ほんと優しいよ。いいな、俺もなんかガイみたいな友達がいれば、いろいろ変わったのかな。いろいろ変わったのかなっていうほど別に重い過去もあるわけじゃないんだけどさ。でも多分生き方とかちょっと変わるよね、ああいうのがいると。まあでも今の友達というか友人関係が恵まれてないかと言われれば別にそういうこともないんだけど、全然恵まれてるんだけどね。蹴散らしてやる。よいよし、いった。よし、よいほい、いた、ほい、オッケー。軽い軽い。あれ、剣投げてさ、もしティアに刺さったらどうするつもりなんだろうな。やりかねないよな。
そこまでドジじゃないか。そこまでドジじゃないか。見くびりすぎかな。見くびりすぎだな。よし。結構そういうのウィングボトル本当に持ってないのかな。それで確認しとくか。もしかしたらどっかで手に入れたとか、さっき手に入れたとか、そういうのはなさそうだな。ウィングボトル、ここじゃないでしょ、どうせ。ん？ウィンドブーツ、ウィングボトルないよね。ないな。のんびり帰るしかないのか。でも六人称さ、まあ物語の途中っていうか、ゲーム上のシステムっていうことを言っちゃうともうそれまでなんだけど、そうじゃないとしたら、なんかものすごいさ、その名前の割に弱いっていうか、あんまりこう、そんな六人称だみたいな感じでさ、恐れるほどのやつではないのではっていう気がしてしまうんだよね。力の差が歴然だな。だってあんなんもっと強くて叱るべきというか、だんだん強くなるのかな。何回も戦っていったりとか、そういうのするんだったら、するんだったらっていうか、するんだろうな多分。こっからもまだ出てくるんだったら、そうか、結構めちゃくちゃ強くなるのかな。こっちじゃないの、こっちか。こっちでいいんだっけ、そもそも。よし、これであれか、ミューアタックを使えるようになっていけたとことか、そういう、あーらら、やっちゃったか。まあでも回復担当がいれば、うん、何度もなるでしょう。一目よし、別に設定しなくてもスプラッシュとか使ってくれてんな。こんなもんだろ。自由に行動させるんだったらそれでいけるってことか。便利だね。前も前で別に勝手にやってくれてたんだろうけど。あれ、こっちでいいんだっけ。なんかちょっと迷ってきた。こっちか、こっちで合ってんのか。合ってるのか。どこだっけ？合ってるか？セーブポイントが、痛い。セーブポイントがあって、よし。ほい。バットめっちゃ弱い。邪魔すんなってのバット。コウモリか。なんか、西洋かぶりを急にしてしまったな。なんか、旅のお役にお立てくださいみたいな感じで言われたけど、全然、ウィングボトルがどこで手に買えばよかったのか。売ってんのかな、そもそも。でも回復以外あんまり、俺が見てなかっただけかもしれんけど、見た覚えがないんだよね。なんか敵の編成とかも結構変わってない。気のせいかな。あそこにあいつはいなかったはずなんだけどな。いたっけ？いたな、いたわ。うん、いたいた。崩すこともできるって死を厭わないほどさ、隠したいものってなんだろうな。多分あの先の儀式のさ、話なんだろうけど。イオンから儀式の説明、ああ、そうか。教団の秘密ですので、みたいな。その、またあれでしょ？ケムに巻かれたりとか、するんだろうな。なんだろうな。別に、あれでも、ね、守ってもらって当然みたいな感じの、当然じゃないけど。守ってもらえること
によるその対価として情報を与えるっていうことを彼は知らないから基本的に教えてくれないよね。うん、というかみんなあんまり情報をさ外に出そうとしないからさ、わからないことがどんどん多くなっていくんだよね。確証が持てないのでとかさ、もうちょっとこう信用してくれてもいいのになっていう気持ちはあるんだけど、今はそれでいいかもしれないけど今後自分の味方じゃなくなった時に困るんだろうな。そういう世界だもんな。よし、やっと出れた。はあ、やっぱり暑くても砂だらけで埃っぽくても外の方がいい。皆さん、ご迷惑をおかけしました。僕が油断したばかりに。そうですよ、イオン様。ほんと大変だったんですから。ところで、イオン様。彼らはあなたに何をさせていたのです。ここもセフィロトなんですね。はい。ローレライ教団ではセフィロトを守るためダート式封樹という封印を施しています。これは歴代同士にしか解除できないのですが、彼らはそれを開けるようにと。なんでセフィロトを守ってるんだ？それは教団の最高機密です。でも封印を開いたところで何もできないはずなのですが。何でもいいけどよ、とっとと町へ行こうぜ。光る。そうね、ケセドニアへ向かいましょう。賛成ですわ。ミャンマですな。ウタザルは黙ってろ、暑苦しい。ミャン、ごめんなさいですな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。ケセドニアに行くにはあれか、オアシスの北のところから行かなきゃいけないのか。次回まあじゃあそうだね、ケセドニアから始めようかな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。